8時30分発らしいんですよ。どうしようかな。とりあえずこういうのって予後まで出ますか。予後に出たら、この521系電車は高直流両用の電車で、北陸地区をメインに運用されています。関西ワンデーパスでは、北陸地区の米原から敦賀間、湖西線の近江今津から近江塩津敦賀間で調査することができます。521系運用列車の中で 4841M 普通列車は、湖西線の近江今津駅を7時8分に出て、近江塩津駅に7時27分、列車番号を 128M に変えて近江塩津をスイッチバック、7時34分に発車して米原に8時9分に着く琵琶湖北半分周遊列車として運行されています。話は変わりますが、この先の東海道本線関ヶ原方面は JR 東海の管轄、米原駅で JR 東海の車両が伺えます。 JR 東海の車両は椅子がちょっとふかっとしてて上品な感じがしますね。オレンジの色も素敵です。 JR 東海で一番好きな車両は211系、その後は311系です。かっこいいじゃないですか、このフォルム。長浜までカメラを回せませんでした。ごめんなさい。スミノフさんが乗ってきた電車と、その後に1本快速がありまして、合計24両分。そこに JR 東海からの車両が入ってきまして、約30両分の乗客がいるわけです。米原で新幹線や降りる客がいるとしても、北陸線に行く客は多いと思います。それが2両に収まるわけです。言わずもがな、4両にしてくれよと、勘弁してくれよと、スミノフさんは心の中で思っておりました。進行方向右側には伊吹山がそびえ立ちます。この日はくっきりと見えました。伊吹山地の主峰で、標高1377メートルの山です。北陸線の各駅は跨線橋が木造だったり、駅舎が簡易的なものであったり、昔ながら情緒ある駅がたくさんあります。北陸線に山が近づいてきました。もともと林業が盛んで、杉やヒノキなどこの辺り一帯植えられていましたが、後継ぎの不足から放置されている山も多いとのことです。列車は川木駅に到着。日本の夕日100選に選ばれた水鳥公園はここからバスで行けます。琵琶湖線、北陸線経由の新快速電車は高槻駅を2回通ります。と言っても字は違いますけどね。大阪の高槻駅は高い欅と書いて高槻、こちらは高い月と書いて高槻です。どちらも発音一緒じゃないですかって突っ込まれそうですけど、地形電車は2両編成ながら速度を上げると新快速のように速く走ってくれます。なかなか迫力あるスピード感ですね。あ、そうそう、鉄道ファンならわかりますけど、521系電車は交流直流両方走れる高直流電車です。この辺りは直流ですが、敦賀駅より北は交流区間、高直流用の電車が役に立つという区間になります。ラナマは気づいたぞ。実は先ほども申し上げました、近江今津7時8分、近江塩津7時27分折り返しの
米原8時9分に着く琵琶湖北半分周遊列車の折り返し敦賀行きはなんとこの電車でした。今更かよっていう話ですが、ははつまり運用上では直流区間ばっかりなので、いつ223系に置き換わってもおかしくない、そんな電車です。琵琶湖線、北陸線の沿線はやっぱり田んぼが多いですね。走行してるうちに間もなく横駅に着きます。住野穂さん、準備はいいですか？ちょっと隅野さん、早くしないと反対側の列車来ますよ。時刻表確認してくださいね。すいません、ワンデパスです。ちょっと待って、あと4分なんだけどマジでちょっと待って、前原行き継い何分、9時8分です。今何分？9時2分。マジか。どこから取れんよね。ほら、だから言わんこっちゃないですか。きっつ。どこどこどこ。もうこの辺でいいかな。この辺でいいかな。よし。すみません。それでは皆さん、ご覧ください。滋賀県のもう一つの湖、横湖です。天女の羽衣伝説ですね。はい、こちらです。見えない。見えねえ。横湖は水面が穏やかなことから鏡湖とも呼ばれます。水深は 7.4 メートル、形成は約100万から200万年前と見られます。琵琶湖の一部だったものが約3万年前に分かれたとされています。冬は多くの水鳥が飛来し、ワカサギ釣りも行われます。アジサイ園とかも夏場はあります。天女の羽衣伝説も有名な横湖、ぜひ一度訪れてみてください。サミナホさん、時間ありませんよ。いいでしょ、いいでしょ、観光名所でしょ、これ。鈴木と湖が見れるスポット横湖で、ワカサギ釣り有名だそうですよ。横湖で行って、江戸っ子かよ。あと何分、あと何分、あと2分。ちょっと待って。きつい。ああ。ほんまフルマラソンやるわな。ちょっと待って。きつい。すいません。ちなみにこの電車乗れなかったら1時間も横湖で待たなければなりませんでした。無事に乗車できた隅野夫さんは一路長浜方面へ戻ります。さんはほざきました。この企画きつすぎでしょ。なんなんこれ。それが YouTube の企画です。案の定
長浜方面へ戻ってくるに際し列車は満席でしたので長浜までカメラを止めました。私今、長浜の駅に来たんですけど、この時間に2両ってダメじゃないですか。めっちゃ混んでますね。北陸線舐めたらダメですよ。この辺1時間に1本とかそんな感じなんですけど、2両であんな超満員になるとは思いませんでした。さあ時間がありません。次10時4分ですからね、行きましょう。おう、なんか背負しないな。時間がないとは言ってたんですけど、目の前に見えてますね。あれですよ。さあ、スミノウさん、そばまで行こうか。なんでそんな企画を。それは YouTube だからです。いや、なんでそんななんか縛りに縛りをすることをするの。 YouTube だからです。マジで憎いけどさ。スミノさん、長浜の観光地教えて。他にも観光地あるよあるよ、長浜だったらね。もういいよ、行こう行こう行こう。なんでそんな縛りを出すのねえ。 YouTube だからです。本当に。そう、私今日1時間しか寝てないんですからね。エロ沼さん、寝てない方が悪い。もうちょっとあるんですよね。なんかなんちゃらスクエアが。私長浜知りませんから。もうなんで今日こんな走ってんの。私 YouTube だから。今日鉄道計画じゃないのこれ。鉄道計画ですよ。マジで。あー、もう、ね、走って、もう筋肉痛なんですけど。走れ走れー。どこから行きましょう。めっちゃもみじ綺麗わ。あれもみじでしょ。あ、綺麗綺麗、もみじ狩り。なるほどなるほど。適当なことばっかり言いやがって。あ、もっと足痛いんで。アホ言う方がアホやしな。足痛いのなんぞ知らん。こちらのね、西洋風建築なんですけども、こちらは長浜鉄道スクエアです。入る気はありませんが、店の前だけで。失礼します。あそこには線路置いてあったりするんですよね。じゃあ線路の近くまで行きましょうか。昔の長浜駅の29号分岐器ポイント部と書いておりますけど、そんなんですね、こんなんなんですね。あ、ちゃんと分岐あるわ。よし、はい、もみじ狩りも楽しんでちょっと行きますよ。飛ばしますよ。ちょ、ラノマさん。はいほい。長浜城まで470mって書いてましたけど。ガマ行くんですか。はい、行ってください。鬼か。何を。ちょっと待って。ああ。つべこべ言わず、早く行け。なんかガヤガヤしてんなと思ったら、テニスの試合やってんだね。頑張ってください。あ、なんでまっすぐなってないんだ。これぐるって回らなんかの。テニスやってますよ、試合。テニスやってます。今35分か。あと何分。じゃあ、あと30分か。いけるやろ。相変わらず、スミノさんは文句が多い。どこから入るんですか。らしいですね。これこっちこっち。葉っぱで隠れてますけど、あれかあれかあれだあれだ、長浜城だ。よし、どっか一番いいとこ、一番いいとこどこ。ここでいいんじゃないの。全然ここでいいんじゃないの。ほら一番いいとこだよこれ。長浜城ゲットです。彦根、横子、長浜と3カ所目をゲットしました。おめでとうございます。意外に滋賀県時間食うな。
ラーメンですが、鴨鍋とかね、ひょうたん、オルゴール、ガラス細工、あとはなんか、なんか、竹かなんかの雑貨だって、あれも有名なんですよね。で、あとは、もちろん、長浜城琵琶湖っていうね、いろいろありますのでね。で、長浜の商店街、すごい有名なんですけど、今日、だけなんで商店街探訪したかったなと思ったんですけど、時間ねえよ、こんな押される企画ないぜ。ですね、今からまた新快速でトンボ帰りです。今度はね、一気に抜けます。次兵庫県攻めよう。ということでね、長浜駅戻ってきました。彦根と違ってモニュメントが少ないね。なんか石置いてあるぐらいの感じ。駅舎立派ですね。今日も元気に伊吹山。あちらに見えておりますのが、伊吹山です。有名ですよね、関ヶ原の大きな山です。それさっき私が紹介してんけどな、長浜といえばガラス陶芸が有名。この絵も全部ガラスでできています。すごい凝ってます。住野さんは早めにホームに行っていました。それは正解で、もう後ろは長蛇の列、米原まで大混雑が予想されるような地帯でした。来た列車は223系2000番台折り返し電車です。この電車で一路姫路へ向かうそうです。この新快速でアクシデントがあろうとは。次回新快速で姫路へ、お楽しみに。